このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、いっきです。サルゲッチュ実況プレイパート26始めていきます。よっしゃ、行こう。もう、サル温泉、マジで難易度おかしいんだけど、てか反応が悪いんだ、ボタンのよ。やるけどね。はい、あと3匹でーす。無理だよ。とりあえず行かなきゃいけないんだけど、後ろいるっけ？いないよな。だこっちだよな、多分。あれ？どうだったっけ？そっとだっけ？こっち側も試しておこう。吹っ飛べ。くっそ、今度クマ野郎が。あの上ダッシュフープの行くところは後回しにしよう。ちょっとこっち側行っとこう。こっちいないけ。あれ？てかレーダーの反応がないから違うのか、やっぱ。ごめんよ、ちょっともう一回吹っ飛んでくれ。お、よし。そこじゃない。ふう、おら、いってさすがに強え。ほっ、よし。捕まえてんだっけ、ここ。じゃあやっぱり後回しじゃない。後回しにする意味ねえのか。ほっ、とりあえず残機アップしたぐらいでいいか。あ、そうだそうだ、残機アップしたぐらいか。悪くはねえんだけど、きついなぁ。まあ、結局はやっぱ上行かなきゃいけねえと。とりあえず、この反応クソ悪い飛びトンボで行こう。あれをパチンコで打ち抜く。耐久力高えな、お前。よし。ほっ。で、雪だるま倒して。間違えてる。なんで飛びトンボを装備しないで、メカ棒で攻撃してんだ。わけがわからん。どこに詰まってんだ、お前。くっそ、反応しろよ。
そして掴めよ。なんで掴まないでそのまま降りてくんだ。はあ、ガチャメカ前提のステージすげえきついわ。まあ、結局はゲッチュするから全部ガチャメカなんだけど、ここまで反応しないガチャメカはすげえつらい。ほっ、これな、ジャンプしようとしても失敗するしな。あえてちょっとこれでダメじゃねえか。ダッシュフープ使えねえよ。なんでダッシュフープしてんのにさ、と超えられねえんだよ。わけがわからん。ほっ、掴めっつんだよ。なんでよっほっはっだよ。掴め。よし、2秒早く。よし、ほっ、よし、2つ使えばなんとかいける。怖えよこいつ。おら、問題はこっからだっけ。たまりさっさと。ん？こっち？やっぱ、え、わかんねえ。ちょっと待って、後ろから回ってくるじゃないもんな。あれ？どこにいるのかわからないときあるんだよな、これ。さあ問題地点だこれ。ほっ、よし、掴んだ。そうか、それでだ。さっさとくたばれ。ほっ、よし、これつか頑張っても何もこっち側走ればいいだけか。タイミングが悪い。ここだ。もうダッシュフープの反応、速度が遅い。落ちるスピードより遅い。結果超えれねえんじゃねえの。こっち意味ないしな。このやり直し感がすっげえうっぜえ。反応悪すぎなんだけどマジで。このステージ一番ストレスかもしれん。当たり判定悪っ。おっそ。ダッシュフープなんとかならねえのこれ。これさ、結局はさ、回してるだけでさ、かけるくんが走るスピードと変わんねえんじゃねえ。そんな気がするってか、フラフープ回すだけで速く走れたらさ、みんな使うわ。ほっ、もう焦るわ。よし、とりあえず戻ってきたろ。もうちょっとだった。怖え。
おら。さあここだ。ほっ。おい。途中で反応なくなった。飛びとんぼよー。バカじゃねえのこのゲーム。クソかよ。反応の悪さがやばいな。つか崖つかまるときとつかまないときの位置が悪いんだけど、なんなの。この作業がすげえめんどくせえ。他のステージそんな難しくないぞ。このステージだけ異常なんだけど。ほっ。よし。で、この辺だからよ。マジかこれ。進めねえんだけど。もう。くっそ。ほっ。肝心の猿がどこにいるかわからねえんだよな。結果一番上とか言われたらシャレにならんよ。もうとダッシュフープだけでいける気がしねえんだよな。途中で鉄球ぶつかってうわーってなるでしょ。意味がわからん。よし。どうしようこれ。おら。よし行けた。さて問題はこっからだ。全部ここにいるでいいんだよな。いいんだな。よし。やっと来れたよ、ここ。猿思うゆえに猿あり。デサルト。どこにいる？あ、いる。帰りにフルーツ牛乳だな。俺はブロディだ。さて、捕まえるけど。逃げてる、逃げてる。いてて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 。違う。ゲッチュー。あと2匹。ほ。こんな素晴らしい温泉があると。わしも温泉でゆっくりしたいの。じゃあここまで来いよ。スキャナーによれば温泉の成分は炭酸水素水ね。お肌がツルツルになる効果があるわよ。って、関係ないか。あ、いた！足早いやつか。ゲッチュしてからのもう一匹。オッケー！アスペクタコやった！見えてなかった、ごめん。まあ、いらねえけどな。あーもう登るだけで苦戦するとか、どんなステージだよこれ。バカじゃねえの。ほんとむずいわ。まあいいや。ふう。
それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。